ばんは。今夜も始まりましたミュージックファンアイビー、音楽プロデューサーの蔦谷浩一です。佐藤乃愛です、はい。そして今週もお呼びしていますマンスリーゲスト、ダイスの工藤大輝さんです。よろしくお願いします。はい、2週にわたりいろいろとお話を伺ってきたんですけど、うん、今夜はちょっと趣向を変えてみてこんな企画をご用意しました。ダイス工藤大輝プレゼンツ、実はすごいアイドル音楽。アイドル好きなんですか？僕はい、もうすごい公言させていただいてるんですけど、最近はちょっとあれですけど、基本的には現場に行くっていうタイプでしたね。ライブを見に行く、あと握手会とかも行ってました。マジで、はい、握手される側でしょ、どっちか。いやそういうこともありますけども、僕はもう普通に行かせていただいて。アイドルの方もびっくりじゃないですか、えみたいな。全然気づかれない方いらっしゃいますよ。はい、そうなんです。アイドルちょっと相当詳しいみたいな話をちょっと聞いたので、工藤さんにちょっと音楽的側面から、はい、実はすごいというアイドル音楽を紹介していただきます。はい、蔦谷さんの番組とかでも何度かちょっと見かけしてると思うんですけど、はい、フィロソフィーのダンスはもう本当にここ最近一番イケてる、はい、かなと思うんです。まあ、曲ももちろんなんですけど、うん、本人たちのスキルというか、うん、がすごい高いのと、あとその声質が全員違うってところがすごい良くて、ユニゾンしてる時のその重なり方とかも、はい、混ざり具合がすごい好きで、っていうのでおすすめしたいっていう感じですね。曲もやっぱいいですか？曲めちゃくちゃいいです。もうほぼシティポップなんですけど、それを一貫してやっているってところがやっぱりいいなって思いますね。その作家さんを変えたら、うん、そういう曲が来ることもあると思うんですけど、うん、じゃなくてそのアーティストイメージとしてもそれを突き通してるっていうのが結構ポイント高い、ね、とこかなって思いますね。面白い、見方がやっぱ面白いですね、独特な。完全にそのアイドルを語る時の感じじゃない、ね、うん、いやもうただただ好きだからっていうのもありますけど。すごい、はい、ちょっとフィロソフィーのダンス聞きましょう。はい、おしゃれ、めちゃくちゃおしゃれ、めちゃくちゃ曲いいんですよ。これ誰が結構作ったりしてるんですか？プロデューサーの方いて、同じ方がずっと作ってた一人なんですか？はい、だったと思います、ほぼほぼ。これでもこう例えば海外の本音とか、はい、そういうアーティストとコラボしたりしたら面白いよね。そうですね、なんか合いそうだね、はい、そうだ、めちゃめちゃ相性いいと思います。本音とか、うん、最近メジャーデビューされたんですけど、うん、メジャーデビューの曲はヒャダインさんが作曲でも編曲が違くて、結構やっぱ編曲僕の中で大事だなと思ってるので、そこは一貫してるので。ヒャダイン作詞作曲ですか？作詞だったかな、作詞で入ってましたね。働いてんな、ヒャダインも。あんな忙しいのに。お見かけすることが多々。かっこいいね。いや、これアイドルの方なかなか歌い切ることできないです。いい、そうだよね、曲いいですよね、めっちゃいいです。そうなんです。へー、すごい。これはちょっとアナログ版で聞きたいな。あ、そうですね、はい、音質的にも、うん、ボビー・コールドウェルかけた後にこれを聞きたいな。ほぼ同じコード進行の。そうだよね。マッシュアップできちゃう、この高音の感じも似てますもんね、うん、でもおしゃれ、おしゃれ、すごい素敵。うん、そうなんです、はい。さあ、そしてもう一組がですね、はい、私立恵比寿中学。恵比寿、恵比寿ですね。恵比寿さん結構スターダストさんのところの方々なので、うん、そのももクロさんの系譜というか、うん、ちょっとこうテンション高くてわーっていうイメージだと思うんですけど、うん、曲意外とちゃんとこういろんな方々に提供していただいてるのを見ていて、うん、結構攻めてるんですよ。その中でも僕は結構最近のアルバムで良かったなっていうのが、イリさん、イリさんに提供してもらってるんですよ。それの曲やっぱもうイリさんっぽいなって思うんですけど、かつ本人たちがちゃんとそれを歌えてるっていうことは結構僕のポイント高くて、超気になる。エビ中がイリの曲を歌ってるの？聞いたらもうすぐ分かります。マジ？これが歌かっこいいな、うん、かっこいいです、うん、トラックもかっこいいです。うわ、めっちゃいい、鳥肌立った。そうなんです。歌もめっちゃいいんですよ。おしゃれ、かっこいいな、やっぱ。うわ、本当イリですね、もう。そうですね、はい、武士が出てる。はい、超かっこいい。サウンド誰作ってんだろうね。あ、これも
イリさんの曲作ってるのは泉森さんで、変化もだまんまもこのイリさんチームで、めちゃくちゃかっこいいですよ。そのままイリが歌ってもね、はい、いい感じの。でも曲はもちろん良くて、うん、そのエビ中のみんなもやっぱボーカルスキル高いので、あのこういうこのこっちのジャンルに合わせた歌い方もできるっていうところが結構ポイント高い。結構長くやってますよね、エビ中も。長いですね。大人になったんですね、みんな。はい、もうだいぶ20代前半とかまで行ってるので、もう深みもありますし、声がだいぶセクシーですもんね。そうですね。はい。もともとなんかそのハスキーな声の方とかもいるんですよ、メンバーの中に。でもやっぱその良さがこういう曲だとより映えるっていうのもあります。すごいいい。いやこれはかっこいいね。なんかライブをエビチューさんのライブを見に行ったことがあって、その時はやっぱハイテンションナンバーがやっぱ多かったんですけど、そうなんですよ、こういうのちょっとライブの中盤とかに入れられたらうわーってなります、フックになりますよね。こういうの見たいんですよ、普通に。すごいかっこいい。すごいわ。すごい好きですこの曲は。最後ですかね、はい、最後欅坂さんの、うん、もちろんそっちも聴くんですね、はい、うん、まあ、黒い羊って曲で、これはそのイントロの感じと、あとベースの音の大きさ、はい、なるほど、そういう耳はあんま聞いたことないけど、やっぱ音楽の聞き方変態っぽい、おかしいよね、ちょっとね、多い言葉です、ありがとうございます。面白いな、ちょっと聞いてみましょう。はい、お願いします。アイドルの曲でベースの大きさ聞いてる人なかなかいないと思うんですけど。はぁ、わかりました。わかります。メインのメロディー食っちゃうレベルで、まあ、かっこいいね、この曲もね、うん、これかっこいいです、うん、本当に群を抜いてかっこいいですね。ベース大きいですわこれ。そうなんですよ、そうやって言われたらベースやたらでかいっていう。サビもやばい、スラップの音半端ないんですよ、ゴリゴリ。そうなんです、これもすごいおすすめ。知ってる曲でもそうやって言われるとなんか思うってなります、はい、確かにね、また違う感じの視点から。やっぱテレビのスピーカーで聴いてるだけじゃ分かんないから、うん、いやそうですね、こういう風にね、しっかり聴かないと。イントロのあのピアノリバースっぽいくしてるじゃないですか、うん、ね、うん、とかもなんか怪しさっていうか出すのにあんまりないと思うんですよ、アイドルの曲で。ああいう、そうだね、そんな感じ、そう、編曲もそれもすごい良くて、歌い方もね最初すごい低くてね、そうですね、雰囲気が。なんかこういう方向性がその欅坂さんの、うん、まあ、今も名前変わっちゃいましたけど、うん、もうそのイメージとしてちゃんと定着してるっていうのもやっぱ大きいですし、っていうところで見ちゃいますね、やっぱり。そもそもそのアイドル、その音楽的にもそうですけど、そのやっぱアイドルの人って可愛らしい人が多いじゃないですか、はい、ルックスとかもそういうのも含めて好きなんですか。ルックスはもちろん見ますね、はい、だしそのグループのそのバランス感、こういう人がいてこういう人がいてっていうのも見て、あ、すごいいいグループだなと思ったらより推したくなるっていうのもありますし、推す、はい、それでまあ CD 買うとか。グループ全体で押すんですか、一人じゃなくて。結構やっぱグループで見ちゃいますね。例えばその坂道さんとか AKB さんとかみたいに、その流動的にセンターが変わるパターンも、うん、まあ、その曲によってこのセンターが合ってるから今はこの子がすごいいいと思うとか、うん、で次になったら変わっちゃってみたいな、なんかコロコロ変わっちゃうので、変わってる見方かもしれないですね、プロデューサーですね、やっぱ完全にもう音楽プロデューサーですよ、見方が。でも楽しいんですよ、そういう見方で見ると。へー、なんでこの子を今ここに配置したんだろうみたいなとか、そういう考え方で。そこまで考えないですよ。すごいね。そう見ると楽しいっていうのがあります。なんかそういう番組とかやってるんですか。すごくない説明が。いやいやいや。やってほしいです。ただただも好きが高じて。でもうこの今は比較的こう有名なアイドルだったじゃないですか。はい、もっと鹿とかも。そうですね、TIFF とかそのアイドルのフェスに行ってチェックしたりするので、もうその時はもう曲選考ですね、いいなと思ったらグループっていうかその曲、いい曲かどうかと、はい、チェックして、まあ、それをラジオでかけたりということはしてます。いや面白いですね、やっぱ音楽の聴き方が本当にやっぱ違うっていうか、多分人より情報がいっぱい入ってきてる気がします。すぐ調べちゃうんで、いろいろこう、うん、もっとくれもっとくれってなったもん、うん、あと2週続けたい。いや本当に嬉しいです、ずっと聴ける。面白いわ。ありがたいです、本当嬉しい。個人的に気になってたんですけど、はい、編曲だけの時と、うん、作曲から編曲の時って、はいはい、違いますか、やっぱり。あ、違いますね、うん、これ言える範囲で、はい、でもいいんですけど、はい、例えばその最近で言うとそのじゃヒゲダンさんの宿命とか、はいはいはい、あれはもうバンドアレンジがあった上でその蔦谷さんがどう変えていこうみたいなことになるんですか、編曲の。あれはですね、もうバンドアレンジじゃなくて、はい、最初のサトシ君のデモがあって、うん、それは打ち込みで作っていて、
彼の仮歌が入っていて、うん、イントロでブラスを入れたいとか、はい、ああいう、まあ、ちょっとチャンスザラッパーとか、はい、ああいう流れっぽいサウンドにしたいっていうのはデモから伝わってきたんで、うん、そのいいところを伸ばしつつ、まあ、どんどんこうサウンドブラッシュアップしていくみたいな感じで一回送って聞いてもらって、このままでいいです、でもここだけこんな感じが欲しいとかいうリクエストにどんどん答えながら、だったらこのやり方あるよとか、なるほど、メンバーにギターももちろんいるし、その最近のトラックだとギターがあんまりこう来ないから、うんうん、じゃあギターをどういう感じで入れていこうかって言ったら、その大輔の得意なそのハードロックだったりとか、はいはい、そういう部分をどうやってこの曲に取り入れようみたいな部分とかを、まあ、みんなで話し合いながらやる。あのブラス打ち込みですか？あれは最初打ち込みだったんですけど生です。あ、そうなんです、ね、生差し替えました。あのブラスの音めっちゃ好きです。あれはね、ありがとうございます。あれはね、3本重ねるんですよ、トランペットで。そうするとディチューンがかかるっていうか、自然に人間が吹いてるんで、はい、それでこうエフェクトかけなくてもあのブラストラックスみたいな音になるんですよ、ね、あ、なるほど、まあ、勉強になるってすみません、全然プライベートな質問。それにさらにウェーブスのダブラとかかけたりするとさらにもっとそれっぽい、なるほど、モチベーションかけたりとか、あの音圧感なかなかやっぱ、そうですね、3本おすすめです。3本トランペット3本、ここここ4本やるとやりすぎなんですよ、なるほど、ちょっとあのセクション感が出てきちゃうんで3本までですね。うわ、ありがとうございます。楽しいな。おすすめの手法。斜め行っちゃいましたけど、すいません。はい、ありがとうございます。はい、まあそんなこんなで、すいません。お別れの時間なんですけれども、ちょっとマニアックな話もいろいろしましたね。いやでももっと聞きたかったですね。面白かったね、あの話。もっと掘り下げたかった。ありがとうございます。本当に嬉しい。めちゃめちゃ嬉しい。ずっと聞けますね、本当に。まあでもあの工藤大樹さんには来週もお付き合いいただきます。はい、ありがとうございます。今週はここまでです。また来週よろしくお願いします。おやすみなさい。